加藤×武田、加藤、こいつの本性は星を装った反原発活動家、星と原発関係ある?という動画でご紹介しましたが、加藤清隆といえば突如わけわからんことを言い出すことがあります。今回は常念司さんに関してツイートがありました。常念司氏が日本首都が勝つぐらいなら立憲共産党が勝った方がいいと言ったって本当か?どういう意味なのかご説明ください。とのことです。常念さん、こんなこと言ってたっけなぁと思います。言ってたらスクショなどが流れそうなものだけどなと思っていたらご本人からアンサーが。加藤清隆さん、事実無根のデマです。北海道デマをばらまいていた連中が懲りずに妄想デマをばらまいています。知らない中でもないですし、何か聞きたいことがありましたらいつでもご連絡ください。とのことです。ご本人は言っていない認識のようです。さらにパルプ氏よりカウンターツイートがありました。〇〇を落とすために立憲に入れようという趣旨の発言について、1、常念司氏言ってない。2、小野寺勝氏言ってました。3、百田直樹氏言ってました。4、井川元隆氏言ってました。何本もブーメラン飛んでたようです。とのことです。選挙は最悪を避けるためと不本意な投票をせざるを得ないこともあります。何度も言いますが、大村氏が誕生した際の愛知県知事選挙は共産党推薦の候補と大村氏の一騎打ちでした。仮に立民に入れてもしょうがない的な発言があったとしても問題はないんじゃないかなとも思います。常念さんはさらに保守党についても発言が。長谷川幸宏さんまで安倍さんへの失礼ないたこげするのって幸福の科学の映画を絶賛してきた有本香里さんの影響もあるんですかね。日本保守党の百田直樹氏は新型コロナ初期に散々安倍さんの批判をして左派を調子づかせてたの忘れました?利用すんな。とのことです。個人的には安倍元総理から飯山氏に白羽の立つことはなかったと思います。安倍元総理はこう発言していたというのはまだありかと思いますが、安倍さんはこう言ったと思うと自民党の議員について言うならまだしも他党の候補者を挙げたのは違和感のある発言でした。亀戸駅での朝のご挨拶をしていたところ、日本保守党がもむろに選挙カーでやってきて、こちらに一言の声掛けもなく、窓なりで大音量での飯山あかり連呼を開始、選挙なので自由ですが、やっていることは妨害で話題の翼の塔と変わらんくて草、日本人として最低限のマナーも守れなくて何が欲しか、こちらを引用リツイートして、日本保守党の他党への選挙妨害、携帯電話強奪の動画だけでなく、おったけさん、金田由衣さん、秋元さんへと駅前を縄張りにして出動しているみたいですね。お株を奪われてさぞ悔しいでしょうが、本当は各党に突して名を売りたかったのが本音ですもんね。とのことです。このあたりに関しては、日本維新の会参議院議員柳瀬氏も YouTube で訴えておられました。選挙妨害、金沢由衣、大混乱した演説会の反省会。こちらの動画で保守党について語っておられます。某陣営とやってることが全く同じと言われています。次は私も耳が痛い話です。先日、日本保守党事務局長の有本香里さんが、元自民党議員から、個人情報保護法に触れる可能性の極めて高いデータを受け取って、さらにお礼を言っていたというポストが流れてきたのですが、詳しく知っている方いらっしゃいますか?元自民党議員の中尾隆さんが、後援会の名簿を日本保守党の有本香里さんに渡していたわけですね。すでに退会している人のデータが含まれていないか、自民党員のデータが含まれていないか、LINE でデータを送信していないかは最低限答えるべきでしょう。目的外使用で嘘をついた会員への謝罪も当然すべき。とのことでした。これは長尾さんが自身の講演会の江東区の方の名簿を有本さんに渡した後、批判殺到して削除して謝罪したとのことでした。本当に軽率でした。申し訳ございませんでした。とのことです。これは擁護しようがない案件です。個人情報の取り扱いが厳しい昨今、リストを渡すわけではなく、なんでそれをオープンで公言したのか、感覚がわかりませんでした。さらに保守党に関しては、進路妨害に関してどうかと思います。またもパルプ氏のツイート引用ですが、同行法違反。とのことです。こちら、左折時に、翼の塔の凱旋車の前をブルーサンダー号が進路変更しながら走行妨害をされています。一般論として、いくら被害者だと主張しても実際に手を出した方が加害者になってしまいます。この時は衝突していないので手を出していないと言えるかもしれませんが、交差点の中での進路変更は道交法的にアウトです。翼の塔の運転も怪しいですが、保守党の行動も軽率に見えます。演説会の隣で大音量、選挙カー追跡し、SNS 投稿、衆院東京15区補選で特定陣営の行動に批判。とのことです。有本さんをカウンター発信をされていますが、売り言葉に買いパンチ的な反応をすると正当性が損なわれる可能性もあります。このあたり慎むべきだと思いました。
健康くんは常念さんの信者だったんだね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。日本ジャーナルが日本保守党の主に批判をする解説のライブをし、それに対して有本香織さんが山田明氏に関して暴露をし、山田明氏がさらにそれに対して反論されていました。この対決どこまで行くんでしょうか。長渕剛さんが松本人志さんに YouTube でコラボを呼びかけておられるそうです。日本ジャーナルで和也氏がトロドモンニュース時代有本さんが何度も遅刻しているということをおっしゃっていました。有本香織さんが翼の塔の凸について、至近距離で接しましたが、不思議と彼らを怖いとは全く感じませんでした。特に根本候補は彼なりの愛国心があるのだろうなとは思いました。とのことでした。有本さん、実際に一人で講義に行き、かなり肝の据わった方だなと改めて感じました。注意喚起じゃないですが、百田直樹先生、百田新党を応援するアカウントと称してアンチ活動をされているというアカウントがあるようです。その中に私のイラストを使っているアカウントがありました。こちら百田新党のアンチというより参政党アンチみたいな発言が目立っていましたが、こういうアカウントに私がイラストを提供していると思われるのは嫌なので、できれば使用を控えていただきたいと思います。